さあ両チームの選手が今このピッチに入ってきました。後半戦のこのスタート、それぞれのチーム、そしてサポーターを待っています。ピカラスタジアムがあります丸亀市、最高気温が33度まで上がりました。さあ今前半の笛が吹かれて45分がスタートしたところ、右のサイドバックが上がってきて、前には川崎、中にクロスを入れてくる。さあこぼれたボール押していて、シュートでやっていく西本、最後は西本でしたか。捉えきることはできませんでした。今落として岩本、そして最後は西本。しかし後ろから五稜が縦につけていって、もう一度五稜縦に、さあどうだ、もう一度シュートまでいく、どうだ、決まったか、五稜、五稜が最後決めました。先制したのは鹿児島ユナイテッド FC。 深いパスをつないで今のシーンです。ここで五稜が一度前に出していってもらいます。そして中に入ってきて、ここで決めていきました。まず先制したのは鹿児島ユナイテッド FC。 西本から戻していって、もう一度西本、大外に一度出していって、中に選手を、ボックス内に5人選手が入ってきた。さあ頭のどうだ、合わないか、そうだ、シュート決まった。左から上がってきたのは4番の薩川。見てみましょう。一度右に開いていって、大外を狙ってきました。これを薩川ダイレクトで決めていきました。この川崎からのボール、前で合わせようとしたのが中村俊太でした。それを通り越して薩川、さあ中田辺、ここで狙っていきますが、クロスバーの上、さぬき、ワンタッチで中田辺へというところ。しかしこのボールを握っていって、さあ縦ボックス内に入ってきた、シュートまでいけるか、フィニッシュまでいけるか。さあここで中にどうだ、決まった、勝ち越し鹿児島。最後決めたのは砂森か。いいパス交換から見てみましょう。この中へのボール、中に切り込んでいって、最後秋山から、そしてサイドを変えていって渡辺、これは読んでいます。さあここで長い笛、試合終了、2対1。後半戦の最初のゲーム、鹿児島ユナイテッド FC が勝ち点3を手にしました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。